村、岡山城は、福井県勝山市村岡町寺尾にあった、日本の城。同志の地名の由来に関わると言われている、口述。村、岡山城は、天正2年、地元勢力である奈良家の一行一期勢によって、築かれ、その後一家を鎮圧したことにより、柴田義信、後に柴田正康を上司として、天正8年まで存在していた山城である。 勝山盆地を望む独立峰の三立山の山頂及び山頂付近に位置する。主要角付近は30メートル40メートル以上の広さが見られる。天正2年、かねてより諸領独占問題において対立関係にあった平泉寺勢力との戦いに向けて地元勢力である王の南袋、北袋、七三家の一向一揆勢によって築城が取り決められ、 七三家の人々によって築かれたと言われている。そして平泉寺はかくまっていた朝倉景鏡を対象とし、一期勢が立てこもる村、岡山城に攻め入るが反撃にあってしまう。その最中、援軍で駆けつけた一期勢に手薄になった平泉寺を焼き討ちされ、景況は撃たれてしまう。さらに出陣していた平泉寺勢も村、岡山城の一期勢への追撃に遭い、 壊滅してしまう。この一連の出来事により、一期勢は、三立山を勝山と呼ぶようになり、現在の同志地名の由来になったと伝えられている。その後、織田信長勢力による越前一行一期鎮圧後は、柴田義信、一期残党により、義信が撃たれた後は、柴田勝安が上司となった。しかし、天正八年、ふもとに、勝山城が築城され、 廃城となった。主角と主要角からなる連閣式の山城である。一揆による、追記当初は、掘り作、ラングイ、酒もぎを設置し掘りを少し掘った程度であり、比較的簡単な構造であった。現在見られる矢倉台や掘り切り、土塁、古行などを後に、柴田氏が大きく手を加えたものである。朝倉市追記の特徴的な造りとしてよく見られた、堀や、 織田信長政が下に見られる屈曲からボりなど複雑な構造も見られる。これらも柴田氏に上司が移り整備が進んだと言われている。山麓には神社がある。山麓から山頂への登山道があり、登山口は群口と寺尾口の2カ所ある。山頂付近からの眺めはよく360度展望で、勝山盆地や九ず川、領域。 加賀方面を望むことができる。地元では、三立山ではなく村岡山と呼ばれている。AB いくつかの村落を含む地方名を指す、勝山市市第2巻、原与金星210ページ後に、市内勝山城近くに、勝安により吉信寺が建てられた、勝山市市第2巻、原与金星264ページ。ありがとうございます。